この間衝撃的だったのはあの原爆の日広島ので本人のライフワークだとかでまあ口先で言ってるけど原爆それなのにそのツイート文が安倍総理の時と全く一緒一言一句一緒これ結構 X で話題になりましたあ分そうた官たも バカにしたんだろうね。書いたというか、だってだからそのままコピーした。コピーして、前の文章なんかも見てもねえだろうというんで、多分意図的にですね、恥かかしたんだと思いますよ。多分。それ辛いですね。結構話題になった。岸田じゃなきゃやれなかったことが LGBT 法案。それ以外の人間だったら通してないですよ。現におっしゃるように。そう。で、政調会長が萩生田さん萩生田だからね。あの時ね。だから、 これれは慎重にやらななけけばいけないと言いながら裏で高速で成立させようとしてたのは萩生田光一さんですからねそれでえと結局岸田にもうまく食い込んで岸田さんにもうまく食い込んであの政治と金の裏金問題の時に3位の2700何万だよね3位の裏金なのに自分だけほとんど 自主的な無傷っていうそういう軽い処分にとどめてもらったとこれはもう麻生さんにもうんと菅さんにもみんなにあのなんていうの平子らしていい顔してるからそれがそうなったんだけど本当にその場しのぎの継ぎはぎだらけの何の信念も理念もない国家観も歴史観もないあの政治だったから言うことはないよね。 だから日本は劣化し続けたわけだから岸田政権の。おっしゃる通りえっ、ー、り。その前になんかあの県にその総理になる前に岸田さんにお,お会いしたというか初めて会ったことがあってなんかさっきその話をしてたんでそれはね、はい、2015年に日本メガネベストドレッサー賞っていうのを。 僕がいた,だいたんですね、うんはい、眼鏡がこんなに似合わない男はいないと思ってたのになんか頂い,いたことによって俺あの眼鏡を好きになったんだけど、うんうん、政治部門の取った人が岸田さんで俺が経済部門であと芸能部門とかで全員が集まって授、えー、賞式があるんですね。その時 経済部門と政治部門は同じテーブルで,でご飯食べながらでまあ呼ばれるとスピーチに出ていくんですよね。その時に会ってて話してるんですよちゃんと名刺も交換してところがですねそれから6年ぐらいしてえっと森喜朗さんの,あの事務所で「遺書」っていう本を 出した後、死ぬ直前に出したいっていう <laughs> 遺言っていう本を出したいっていうんでそれをまあ聞き書きのためにインタビューしてたんですよね二、うんうん、年ぐらい、一ヶ月に1回やってたんですその時に今日は岸田君が来るんだって言うんで紹介するよって言われて、<あ>俺,俺はいやいやちゃんとあの 存じ上げてますと、お互い <laughs> に、ねでで。来た来た来たんだよ、相談事だったと思うんだよ。はいええ、来たんだよ。はい、で、森さんが、あの、賢者さんって言ったら、全然俺のこと覚えてないの。俺、この人、最悪だなと思って。<laughs> <laughs> 本当ですね。うん、まあ、でも、そういうことは、えっと、俺の方もきっとあると思うので。うん、まあ、あのまあ、いいかと思ったけど、政治家って。そうそうそう。そう,そういうの、ダメでしょう。まあ、俺は重要人物じゃなかったってことです。 あの人にとっていやだからそういうのって大事だっていうことは大事です大事です大事ですよこっちとしてはずっと残りますよそうですね確かにそうです裏金問題の責任を取って辞めるって言ったんだよそうあれはねあれはねあれ小林隆之に対する当てつけですよ小葉ホークがその前に裏金の処分した人間あんなにいっぱい処分するとこれから やっていけなくなるから、うん、えー処、処罰は見直した方がいいって言ったことで、カチンと来たんだ、この人。<ー>で、それで、あ、あそこで裏金問題で、えー、あの、責任を取る。まあ、あれは一つの当てつけ。最後は勝てないと思って出,<ー>出ないんだけど、それまでね、準備してるわけ。まずさ、その、はい、選挙管理委員会、今回の選挙管理委員会、11人いるんだけど、うん、そのうちの中に、ひ普通は派閥均衡で11人だ。これは推薦になれないから。<laughs> そのうちの、 お、まず岸田派は一人も入っていない。うん、で、それから、え、木川田、継承略年、ね、木川田と。片山さつき、この二人、これは前回の高市早苗の推薦に、うん、まず坂井つ,つぶし。はい、もう、そもそも自分が出るつもりでいるから。そういうことをして、してたんだって。やることが拘束だよね。絶対そうだって。だから、その場しのぎなんで、いつもやることが。だから。 だって政治と金の裏金問題の責任取るんだったら4月に取れよって話じゃないですかそうですよ元前にその時に取れよって話じゃないですその時は何とか生き延びていて自分がもう不利になって誰からも見放されたらば今度は責任取ってやめますってもうバカバカしいよ本当。でそれで僕は周りから一応ねこう聞いてたのは この人は再選するつもりだと。再選した後はどうするか。もう今回多分新総裁絶対10月の臨時国会で冒頭解散しますよ。うんうん、こうしなかったらアホだだけどこの人は解散をせずに憲法改正発議して国民投票まで持っていくと。そこで保守派を取り込んで衆参同,同時選挙して、なんなら国民投票も三つトリプルで、ま一か八かの戦略。だって描いてたもん。 それが辞めるつもりななんかか絶対なかったですだからねそれで、ね、最後に辞め,辞める時に自分の外交日程がまだあるわけです,そ,ですそのために27日にあの総裁選を持ってきたわけですよ、うん、投,投票開票ん。で、えっと、12日から、えっと、が告示ですよね。そうですっていうのは次の新総裁が。 ものすごく解散するタイミングは難しいんですよ。はい。だからものすごく狭まっちゃう。うんだからうんとまあ岩手の参院選の補選が <laughs> えっと10月の27日にあるんですよ。はい、本当はそれにうんと合わせて、うん、衆院解散するのが一番いいと思うのね。うん、普通誰でも考える、はい、ことなんだけど、それが相当難しいですよ。だから。<laughs> とと投票日が十一月の初旬にずれ込むと思うんですよ。ああそうなんですね。うん、<う>誰がなってもまあ解散を考えると思うけど、うん、確実に解散するのは小泉進次郎がなれば解散だけど、うん、うんうん、と阿藤の人も多分解散すると思う。いやしないとダメですよ。うん、自分たちのことを思えばね。そうだね。むしろ国民のためはちょっと置いといて。 自民党のそういう大義名分を立ててやらないとダメだからでも自分の単に何だかわからない外交の岸田っていうレガシーを残したいのか自己満足したいのかなんかわかんないけど結局うんと次の総裁のことも何も考えてない何も考えてない普通考えるものです考えるでしょそれ <laughs> <laughs> 自民党なんだからそうですよね<ー>そうですよね だから今回、だからその8月の14日、だからあるなら、ね、それこそ8月の19日、お盆明けの19日ぐらいにあるんじゃないかっていうのは言われてはいたけど、14日っていうそのお盆の真っ最中にやるっていうのは誰も聞いてなくて、本当には、は晴天の霹靂というか、まあやめるかもしれないと思ったけど、相談もしない。だから、まあ彼から言ったら、例えばその菅さんにしろ、麻生さんにしろ、自分を支持してくれなかった人たちへの最後っぺですよ。 で、<ー>「俺はよかったよ」「8月19日にさ北九州で公演呼ばれちゃっててね何喋ろうかな」<何>と書いて結構ねだったんですよ。はい、19日ってのは今日は8月21日だからもう終わったのねおとといおとといで14日にだから今言ってる話は14日に岸田が、ね「 対人を表明してくれたもんだから、うん、もう19日が喋ることがたくさんありすぎちゃってもう皆さん喜んでくれたからよかった <laughs> あ,ありがとう岸田 <laughs> さん <laughs> 早めに言ってくれていやあの日しかなかったんですよもう <laughs> まあまあいいや <laughs> っていう人ですだから別に「振り返れ」って言ってもだから何やったっていうかねそのまあ当まあみんな 社交辞令も含めてだけどなんかね立派にやったとか分ん,なうんも,うもったくさん言った通り別にあの人じゃなくてもやったし本当に行き当たりばったりでいつもいつもそのままやってきた少子化にしろ何にしろだから自分が総理でいるまあ総裁総理でいるだけのために政治をやってきた人になるうん